クマチャンネルです。おっす、はい、ついに来ましたね。スーパービッグバン2023、12月3日、横浜武道館で行われます。今回もまさにビッグバンのチャンピオンカーニバルですから。はい。はい、で、今回先にお伝えしたいことは、はい、また今年も、はい、テレビ神奈川で地上波放送決定しました。はい、ありがとうございます。で、ゴールデンタイムで放送されるんですけど、放送日が12月22日金曜日の20時から21時までの時間に放送されます。はい、テレビ神奈川ということですと、神奈川県の人以外も、そうですね、東京、千葉、埼玉の方も、うん、関東の人はお楽しみにと。そうですね、はい、はい、今回そのタイトルマッチは何試合ぐらい？ビッグバンタイトルマッチ3試合で、第1部のメインのところにタイトルマッチ板橋選手対峰選手、第2部のメインのところに一光選手対小牧海斗選手、第3部のメインのところに木戸さん対草松選手、龍斗選手対田中聡選手が、ダブルメインで入ってます。もう前半からのタイトルマッチ、皆さん序盤からぜひお越しください。この日はもう一日チャンピオンカーニバルというかオールスター戦になってますよね。だから前半からのタイトルマッチビシッともうメイン級の試合入れてます。タイトルマッチをタイトルマッチ3試合以外もですね、俊太さんどうでしょう、その今回その24試合ある中で、はい、自分の試合外すと23試合ですけど、その中でこの試合はっていうのがある。自分が一番気になった試合は、うん、大輝選手と畠山選手ですね、うん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 。なんでかって言ったら、大輝君は戦い方も面白いし、対して畠山選手は自分、ニュージャパン出てる時に一緒に出たことが確かあるんですよ。すごい覚えてて、だからそこの試合、なんか思い入れもちょっとあったりも、畠山選手をちょっと応援してる自分もいるみたいなのところで、自分としては見どころかなっていうふうに。大輝選手の方が完全に若手ですけど、うんうん、そうですね、強いですね、伸び盛りというか、そうですよね、うん、それに対して畠山さんもタイトルを持ってて、これはなかなかこう実力派同士というか、そうですね、うん、だから記者会見からちゃんと盛り上げますからね、大輝選手は。羽生さんはご自分の試合を覗いたらどうですか？いや、2試合いっていいですか？やっぱり龍斗選手対田中選手、めちゃ楽しみですね、うん、1回試合ちょっと流れちゃったよね、6月に、うん、でこの試合ももう勝負論めちゃめちゃあるなと、あともう一つ、一光選手対小牧海斗選手。うん、安定感の一個に対して攻撃力の小牧。そうですね、はい、でそのタイトルマッチもう1試合、板橋さんの試合はどのようにこう分析してますか？いや、これもめちゃめちゃ勝負論しかないんですよ、うん、板橋選手もめちゃめちゃパンチも蹴りもすごい上手いんで、で峰選手はパンチすごい上手いですね。峰選手も本当にもう意地の張り合いになるんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっとお伺いしたいのが、ちょっと今回はこう少しメインの変化球というか、はい、まあ、もちろんメインは木戸選手、対戦相手のクサマックスさん、私総合格闘技の人なので、お名前初めて聞いたっていうパターンなんですよ。はい、まあ、谷山さんも、はい、総合格闘家の人とビッグバンで戦ったことありますよね。はい、ハイキックで勝っておられましたけど、うん、はい、そのどういう試合になるっていうふうにこう分析してますか？やっぱり草マックス選手が、まあ、草マックス選手はサウスポーなんですよ。でもキックボクシング結構試合やってるんですよ、うんうんうん、しかも勝ち越してるんで、で草マックス選手はやっぱり左フックが得意なんですけど、やっぱ木戸さんはうまく草マックス選手のガードがちょっと空いたところにバックブローとかハイキックとか入れてくるんじゃないかな。しかし、キックボクサーと総合格闘家って時々戦うじゃないですか。はいはいはい。木戸さんが総合格闘家とやるとしたらどういう感じになるっていうか、言うたら、総合に対して、すごい苦手を意識をする人って結構いたりすると思うんですけど、なんかその距離感だったりとか、なんかタイミングが違ったりとか、リズムがね、そうリズム違ったりとか、あとまあ成功法で来なかったりっていうところで結構やりにくい感じがあると思うんですけど、でも木戸がやっている感覚、あれやってたかな、多分やってたと思うんですけど、その感覚からいくと、なんかそういう総合格闘家に手こずったっていう記憶がないんで、うん、はい、まあ普通に。まあでもそうですね、大半の選手、人はやっぱり木戸さんが勝つんじゃないかなって多分思ってる人が多いと思う。年齢的にもね、だって向こうの方が上ぐらいです。そうなんですよ、草マックス選手、え、調べたら42歳です。そうなんだ。どうなんですか、その俊太さん、自分より年上の人と、はいはい、最近戦うってことはほとんどないじゃないですか。もうほぼゼロですね。いや、なんか勇気を与えてほしいって思っちゃってるけど、昨日も41だし昨日味方だしみたいな感じのことを思うと、なんかちょっと複雑だったりするみたいな感じですね。その年齢というか、その引退というか、そういった話で言うと、そうですね、相高亮選手が引退記念の、そうだ、引退って言ってた。そうです。何歳だね。35歳ですね。おー、うん、あ、でも、まあ、普通に言うたらいい年か。相高さん調べたら僕の1個下なんですよね。いや、でかいとなんか上に見えない。なんか僕全然年上だと思うんだよ。相高さんは本当ビッグ
ッグワンをずっと支えてきてくれた、本当功労者ですからね。ヘビー級初代王者と。で、じゃあ第2代王者の実方さんと、今回エキシビジョンマッチで2分2ラウンド。そうです。引退エキシビジョンマッチなんですけど、ただ、この2人、伊勢原大会で、1回本当の試合やってますね。これも大激闘で、はい、1ラウンド目はコースケがちょっと、優勢だったんですけど、2ラウンド目は相手選手が右フックでも KO するっていう。爆発したよね。すごい試合でしたね。今回も多分僕、ガチでやると思います。俺もね、ちょっとそう思ってるんですよ。エキシビジョンマッチとか言いながら、相高さんがパンチ弱めに打ってたら、クソ寒いと思うんですよ。いや、クソ寒いし、多分相高できない気がする。エキシビジョンマッチ、本当に緩くやると、ポッと冷めるんで、確かに、多分逆にもうガチでいった方がいい。コースケはコースケで、やっぱ引退する選手に、なんか負けた内容はちょっと嫌だなって思うじゃないですか。だからしっかりここは今の現役との差を見せてやりたいと思ってると思うんで、これはバチバチ本当勝負になると思います。確かに。逆にエキシビジョンマッチだからこそでもお互い攻撃に出れるってのありますよね。そうですね。しかも2分2ラウンドだからそんなペース配分いらないかなと思います。KO もあり得るということですね。あとそのチャンピオン、現チャンピオンの藤村選手も、はい、出場されますが、はい、藤村選手対高木選手、うん、はい、高木選手はビッグバン初参戦なんですけど、うん、ノーキックノーライフで、結構主戦場で戦ってますね。でもやっぱチャンピオン系の選手を何人もやってるんで、うん、緑山選手とか龍太郎選手とかやってるんで、もう相当な強敵ですね、はい、藤村選手もここでまたチャンピオン貫禄というか貫禄の試合を見せてほしいなと思いますね。あとこの現チャンピオンだと、まあ、藤村さんもそうですけど、拓磨選手も、ね、はい、この間チャンピオンになった拓磨選手が出場されるということですが、はい、相手はどのような東本選手、うん、いや強いっすよ東本選手。やっぱ僕一番衝撃の試合は東本選手が有名になった試合ですね。ひろや君をもう一撃で一ラウンド KO したあの試合がやっぱ印象的で、まあ、最近でもやっぱ大槻選手とかにも勝ってますし、東本選手はもうサウスポーで攻撃力も抜群にあって、で拓磨君はやっぱ僕仲いいね、聞いた話だったんですけど、拓磨君そんなにサウスポー慣れてないみたいで、うん、今サウスポーと必死にスパーリングやってかなり対策。俊太さんも大変されたわけですけど、そうですね、この間の拓磨選手の勝ちっぷりを見てどう思いました？いや、めちゃくちゃなんか盤石だなと思って、本当になんか、抜け目がないというか、うん、まあ、そういうような勝ち方、詰将棋みたいなキックボクシングしますね。まさに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 という形ですが、あとまあビッグバン王者ということで言うと山際さんが、はい、いらっしゃるわけなんですけども、はい、ちょっと相手の方が外国人で、ハネリ選手、K1 では、まあ、佐々木大蔵選手とかいろんな選手と試合して、まあ、そこでは負けてはいるんですけど、ライズでは浅原選手、浅原翔平選手とかには勝ってるんで、トハネリ選手は圧力あるし、特にやっぱパンチが強いです、トハネリ選手。はい、こうミドルキックの処理がうまかったりすると、山際さんとしてはちょっとやばいですね。そこがポイントになりますもんね、はい、これもかなり勝負論がある試合になると思います。それ以外だとどうでしょう、あとはそのビッグバンのタイトルホルダーだと竹内さんとか、ビッグバン以外だと例えば平沢さんもそうです、あとポッシブル K さん、いや、うん、そうなんですよ、平沢選手この前もビッグバンで KO 勝ちしてるじゃないですか、ハイヒップで、で、なんといっても平沢君今 MA のチャンピオンです、はい、でポッシブル K 選手はシュートボクシング、スーパーフェザー級、チャンピオンだった方で、最近の試合もやっぱ KO 勝ちで勝ってるし、まだ本当若くて強いです、はい、ビッグバンってロングスパッツ OK なんですか？あ、全然 OK です。あ、OK、だからこの2人勝った方も次期挑戦者でもいいんじゃないかなぐらい言われてる。確かに2人のタイトル持ってるのはそうだよね。はい、うん、そのぐらいの2人なんで、うん、じゃあ、はい、まあ次の拓磨選手の相手かもしれないよ。そうなる可能性は高いですね、うん、はい、というわけで、まあ、はい、いろいろ話したんですけど、2人の試合についてぜひ、はい、本人の口から語っていただきたいと思います。はい、新田さんの方からいかがでしょうか？そうですね、2年3ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりぐらいなんですけど、こんなに空いたことなかったんで、うん、そう、もう何回か長期ブラックはあったんですけど、1年空いて、1年空いてみたいな感じはあったんですけど、こんな2年、3、4ヶ月空くことなんてないし、しかも40をまたいでいる感じでもあるから、40歳で初めてだし、なんかちょっといろいろと恐怖心はあるかなっていう感覚はありますね。だからいつもワクワクと不安がゴーゴーみたいな感じなんですけど、ちょっと不安大きくなってきてるかなっていうのを抑えようと頑張ってます。そんな感じですね。はい、相手の高行選手について、高行選手っていう感じで俺誰だろうと思って顔見たことあるなと思ったら、元金子選手っていう方で、あ、この方かと思って、だからその方も結構長いことやってるんで、はい、なんかまあいい感じで噛み合うのかなと思い、あとそのスタイル的にも、パンチでガンガン来たりするっていうところがあるから、あ、噛み合うのかなって思ったりします。なんか自分っていつも、ちょっと自分より格上の選手がいいなって思ったりして、よく会長にお願いしたりするんですけど、
今回ばっかしはちょっと下目の方にお願いしようかなっていう流れ中にでなんか弱い俺が出てきたんですよ、うん、でも、まあ、結果的に、まあ、スーパーマダムでチャンピオンで、ね、いい感じの方ちょうどいいというか、うん、ちょうど作詞家とかそんな感じではなくていい感じの方を用意してくれたというか、まあ、受けてくれたという感じだから楽ではないなという感覚があって、まあ、ちょっと燃えてますね、はい、じゃ谷山さんの方も同じかね、はい2年ぶり以上ということです。そうなんですよ。もう僕も俊太さんと同じぐらいブランク空いてるんで、うん、もうこんなに空いたことはもちろん今までアマチュア時代が一回もなかったんで、うん、はい。まあそういう意味では、うん、リングに上がった時どんな感じになるのか不安はもちろんあるんですけど、まあそれよりも戦えるここでまたみんなの前に戦えるという楽しみのが、だから僕もやっぱり正直やっぱ日本人選手が良かったんですよ相手、うん、はい。だから分かりやすいじゃないですか皆さん見てて、うん。ただやっぱちょっと20人ぐらい。断られて、僕がぶっちゃけ一番遅かったんですよ、決まったの試合、対戦相手。で、やっぱりもう、そろそろスーパービッグワン発表しないとダメだよっていう感じになってきたんで、そこでやっぱ対戦受けてくれたのが、今回のナロンチャイ選手だったんで、はい、もうその、まずナロンチャイ選手に感謝ですね。まあ僕は本当は、うん、オーソクスの選手とやりたかったなというのがあったんですけど、ね、バチバチにやりやすいというかね。そうですね、バチバチになりやすいじゃないですか。やりやすいし、まあ、分かりやすく面白い試合ができるなとは思ってたんですけど、まあ、ナロンチャイ選手、ムエタイ選手のサウスポーということで、まあ、真逆じゃないですか。逆に言えば、僕から倒しに行って面白い試合しないかなと、はい、それを思ってます。はい、確かに。じゃあ、俊太さんも一言ください。はい、すごい久しぶりの大会だし、予感武道館結構でっかい大会なんで、自分としてはすごいテンションが上がってる。しなんかどんな感じになるのかって本当に自分を試す試合では自分はあるんで、皆さんね横浜武道館みんな谷山ジム四天王と呼ばれてる木戸と俊樹と山際君と4人で出るのも本当に最後になる可能性もありますし、はい、まあ、自分たちのことばっかりで申し訳ないんですけど、やっぱり選手は自分たちを見てほしいというのが一番だと思ってるので、はい、そこを見てほしいなと思います、はい、絶賛チケット販売中であります、はい、じゃあ会場でお越しいただければと思います。ありがとうございました。お願いします。